こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本には現在最強通常動力型潜水艦双流型潜水艦が建造されている。だが次期潜水艦の方向性が決まっていないのか、それとも画期的なリチウムイオン電池を見越して原子力潜水艦に使用されている性能を模索しているのか、それはわからない。とあるイベントでウォータージェット方式というキーワードが出てきたのを知っているだろうか。ちょっと気になったので詳しく話していきますね。もしかその後の原子力をも視野に入っているのかな。2019年6月、千葉県の幕張で開催された MAST アジア2019というイベントで、三菱重工業は新世代潜水艦のイメージ図を示しました。そのイメージ図ですが、時代を先取りした、つまり先進的な外観だったので、様々な推測をされることになったようです。ちなみに、MAST アジア2019とは、海洋及び航空安全保障環境変化の下で、対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として、防衛装備、技術に関する展示フェアや論文発表を行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムのことです。このイメージ図に対する反応もたくさんありましたが、特に目立って指摘されたことがありました。潜水艦の推進方式にウォータージェット、ポンプジェット方式を採用するのではないかというのです。これが事実なら、画期的な進化になると注目を集めました。とはいえ、肝心の防衛装備庁でウォータージェット方式が研究されているという確実な証拠は現在何もありません。つまり、言葉だけが勝手に一人歩きしているような感じになっているということです。世界の現状を観察すると、潜水艦にウォータージェット方式を採用している例はかなり限られています。今のところ、ハイパワーな原子力推進型潜水艦にしか使用されていないという認識です。具体的な採用例を挙げますと、攻撃型潜水艦ではイギリスのトラファルガー級、アメリカのシーウルフ級です。戦略型潜水艦では、フランスのルトリオンファン級、ロシアのボレイ級などに採用されています。これらの潜水艦に共通するのは、すべて原子炉搭載の原潜ということです。ということは、日本の通常動力型潜水艦がウォータージェット方式を採用する可能性はかなり低いのではないかと推測されるのです。にもかかわらず、ウォータージェット方式が注目を集めてしまうのは、攻撃型潜水艦においては、特に重要視される水中でのスピード、高速性と静粛性。この二つが優れていることが、広く知れ渡っているためではないかと思われます。これは、あくまでも推定値で、実際の詳しい速力ではないでしょうが、
水中速力は、前述のイギリスのトラファルガー級潜水艦は29ノット。アメリカのシーウルフ級潜水艦は35ノットとも言われているそうです。日本を見てみると、最新鋭潜水艦である双竜型となると同じく。推定値ですが、水中速力20ノットと召されていますから、やはり、原子力推進型にはかなわないというのが事実でしょう。現状日本では、最新鋭双竜型の次級である3000トン級潜水艦の建造がスタートしています。この艦は、双竜型の延長線上に、あるのですが、先の三菱重工業による新世代潜水艦のイメージは、かなり違っているようです。言うまでもなく、これは計画段階の話ですから、実際の3000トン級。潜水艦のデザインが、このイメージ図のように設計されるというわけでは、ありません。今後のテクノロジーの進歩と合わせて徐々に具体化されていくものと思われます。さてイメージ図です。公開されたものを見ると、現行型に比べてセール形状がグッと船体に密着しているので中央寄りになっていることがわかります。まるで魚雷をそのまま拡大したかのようなデザインとも受け取れます。このデザインの雰囲気は、日本の潜水艦というより、むしろ現在ロシアが使用しているアクラ型潜水艦のようにも見えます。同艦は1980年代、昭和55年から64年に就役し40年以上活動してきた潜水艦です。その就役期間の長さゆえに、すでに退役が始まっていることを考えると、イメージ図の先進性には驚かされてしまいます。では、ウォータージェット方式の話に戻ります。一般的なスクリュープロペラ方式に比べると、やはり設計や製造は難しいようです。それは当然経費にも影響してくるのは確実でしょう。技術的、経済的な課題があるのに、それでもなおウォータージェット方式を採用する長所とは一体何でしょうか。それは前述したスピード、高速性と合わせて、機体の動作の静かさ、静粛性という二つの利点です。加えて、船体の突起がなくせる、フォルムとなっているので、浅い水深にも対応できますし、舵も必要なくなるという点でしょう。もともと、ウォータージェット方式というのは、吸い上げた水を噴出して、その勢いによって方向を変えるという方法ですから、原理としては、方向舵が不要になるのはわかりますね。そして高速性とは反するようですが、噴出する水の勢いを、調節することによって、ごくごくわずかな距離の推進もできるようになっているそうです。といった利点がある反面、ウォータージェット方式には低スピード時の安定性や操縦性に少し難点があると指摘されています。特に低スピード時の燃費が非常に悪いので、搭載している艦艇の航続距離が短くなってしまうことがあり、重要な課題とされています。確かに、燃費の悪さは行動範囲に影響しますからね。
速度25ノット程度の場合、エネルギー効率の目安は、ウォータージェット方式が約 45% なのに比べて、通常のスクリュープロペラ方式は 20% ほどそれを上回るようです。しかし、速度が30ノットを超える場合には、逆転するので高速性を重視する。鑑定用としてふさわしいとされるようです。また、スクリュープロペラ方式では、必ず発生するキャビテーションが起こらないので、これも利点の一つと言えましょう。キャビテーションとは、液体中の圧力によって発生する物理現象のことです。これによって気泡が発生するので、鑑定のスクリュープロペラが傷んだり、推進効率が低下するなど、良くない影響が起こってしまうそうです。また、キャビテーションですが、深度が浅いとはいえ、騒音を発生させてしまうことがあると言われます。行動に際しては適に、補足されないためには、何と言っても、静粛性が求められる潜水艦です。騒音は、できるだけというより、絶対に出したくない現象であることは、言うまでもありません。このようなウォータージェット方式は、現状では原子力推進型潜水艦との、親和性が高いことは、疑いの余地がありません。もっとも、通常動力型に、もっともっと画期的な電池が実用化されたら、ウォータージェット方式採用の可能性が高くなるかもしれません。この理由は、燃料電池は、将来的な動力の本命、自動車なども含めて、と、考えられているように、性能が飛躍的に高まるとしたら、燃料電池こそが、潜水艦の機関としての位置を占めることも大いに、考えられるということです。仮に、このような燃料電池技術が実現したら、扱いやすさは言うまでもありません。東日本大震災の福島原発事故で明らかになったように、人間がコントロールしきれない原子力、推進方式よりも燃料電池の方が安定した動力源として普及していくのではないかと思われます。ヒトマル式戦車は、日本が誇る最強クラスの戦車です。なんと砲塔が、一度ロックオンすると、もう逃れることができないのです。そんな日本製ヒトマル戦車を詳しく見ていきますね。砲塔の先に、
グラスを置いても落ちないほどの高性能なんですよ。日本の周辺国には作れない代物です。2021年1月現在、陸上自衛隊が保有している戦車は、古い順に、74式戦車873両、90式戦車391両、10式戦車93両の3種類であり、最新の10式は、未だ生産が続けられている、最新型だ。戦車の能力別の新しさを示す世代の区分としては、74式が第 2.5 世代、90式が第3世代、そして、10式が第 3.5 世代と評されており、西側諸国の戦車中では、第 3.5 世代が最も新しい。具体的に、それらは、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 やドイツ軍の、レオパルト 2A7、イスラエル軍のメルカバ MK4 などであり、いずれも複数回の近代化改修を経て、現在に至っている。これらの西側諸国の主力戦車から考えれば、本来は日本も90式戦車に、近代化改修を施して、第 3.5 世代戦車とすることが、同じような進化と、思われるが、あえて、新型の10式を開発、採用している。近年では、戦車対戦車の大規模な戦闘など、ほとんど発生することは、考えられない、との軍事トレンドの変遷からもそれが、一般的だと思われているが、日本は、なぜ違う方向を取ったのか。それは、世界の西側各国とは、大きく異なる日本の地理的な要因にあり、それが90戦車の近代化改修ではなく、10式戦車という新規戦車の開発に踏み切らせた最大のポイントだと言えるだろう。まず、90式戦車は全長 9.8 メートル、全幅 3.4 メートル、全高 2.3 メートル、重量約50トンの車体で、最高速約 70km を発揮し、3名の乗員と44口径 120mm 滑空砲を搭載している。次に、10式戦車は、全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.3 メートル、重量約44トンの車体で、最高速約 70km を発揮し、乗員と主砲は同様の仕様となっている。ちなみに、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 は、全長 9.83 メートル、全幅 3.66 メートル、全高 2.37 メートル、重量約68トンの車体で、最高速約 67km を発揮し、4名の乗員で、主砲は同様だ。これらの仕様上のカタログスペックを見て明らかなように、10式戦車は、世代のくくりこそ第 3.5 世代とは言うものの、明らかに大きさ、重量ともに、ダウンサイジング化を図ったものである。これは、前級である90式戦車が、冷戦時代の旧ソ連から続く現ロシアの、北海道への侵攻、上陸を前提に、その阻止のために、開発されたものであるのに対し、その前提を改めたためだ。従来の90式戦車は、広い北海道での戦闘を前提に製造されていたため、本州以西の日本の狭い国土では、通行できる道路や橋が非常に限定され、時代に沿わないと判断されたのだと言える。もっと言えば、世界的な追テロ対策等の用途を考慮するならば、離、対ではなく、
車輪式の装甲車両で十分であり、戦車のような大きく重い戦闘車両そのものの必要性を疑問視する声も上がっている。さすがに、日本では、そこまで、急激に戦車そのものを廃止するという決断には、至っていないが、対戦車ヘリコプターどころか、強力な個人用の、携帯対戦車火器やドローンの登場は、それすら予感させる。アメリカでは、海兵隊が、戦車の運用を中止する動きを加速させており、今の方向性では、陸軍に、戦車の配備は残るものの、まずもって、防御的な兵器という位置づけは、もはや揺るぎそうにない。こうした現在の戦車をめぐる潮流を受けて、今後、陸上自衛隊が、どのような判断を下すのかも、一丸式戦車の次世代を占う上では、非常に重要な、要素となってくるのだろうと、想像される。現行の10式戦車の開発は、2002年から2005年にかけて防衛省と三菱重工業によって行われ、2010年に実戦配備に至るスケジュールで進行されており、およそ8年間が費やされたことが見て取れる。とすれば、2010年の実戦配備から今年2021年で11年を経過した。一丸式戦車は、もし仮にさらなる新型戦車開発が決定しても、90式と一丸式の間の20年間よりもさらに長いインターバルが予期されるだろう。幸い、一丸式戦車は追加、換装が可能なモジュール式の複合装甲を採用していることから、ある程度の用途に合わせた仕様の変更は容易であり、短命に終わらない可能性が高い。また、一丸式戦車は、日本の自衛隊が装備する戦闘車両の中で、初となる C4I2 システムが採用、搭載されていることでも、近代戦における先進度が非常に向上しているとめされる理由となっている。これはコマンドコントロールコミュニケーションコンピュータとの4つの C とインテリジェンスインターオペラビリティの2つの I の頭文字の略で、全体の指揮統制を担うものだ。陸上自衛隊の C4I2 システムは、各拠点の司令部が用いる陸自式システムと、現場部隊が移動、展開しつつ使用する野外型のシステムとの、大きく2種類に大別されている。個々の一丸式戦車には、一丸式戦車ネットワークが搭載されており、これは、友軍戦車間でのリアルタイムな情報リンクシステムであり、海上自衛隊イージス艦等の共同抗戦能力同様の働きを担っている。
案内役のアミカです。ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにし、ロシア戦車へのウクライナ側が、ドローン攻撃に、世界が現実を知ることになっています。今回は、強敵ドローン攻撃を無効化する、HPM 開発について、詳しく見ていきます。日本が、次に開発を急いでいる、ハイテク技術です。中国は、次はドローン攻撃をしてくるでしょう。ですが、無効化することで、防衛力強化につながります。ロシア軍のウクライナへの多方向からの侵攻で、2022年2月24日に始まった戦争は、装備、兵器、兵力のいずれの面でも上回る同軍が、比較的早い時期に、ウクライナの首都キーフ、ロシア語読み、キエフの占領を行う恐れも指摘されていた。幸いにも、この予想は、3月7日時点では、現実ものとはなっておらず、ウクライナの首都キーフ、ロシア語読み、キエフは、激しいロシア軍の攻撃にさらされながらも、陥落を免れ、ゼレンスキー大統領選挙をはじめとする、政権幹部も健在のようだ。ロシア軍の進撃が、当初の計画よりも遅く、苦戦を強いられていると見る向きもある中で、それが事実であるとすれば、ウクライナの防空網を、初動の攻撃で無効化することに、ロシア軍が成功していないとの指摘も見受けられる。ロシア軍は、精密誘導兵器や爆撃によって、ウクライナ軍の防空網を叩き、それによって、制空権や航空優勢の状況を作り出そうと、企図していたが果たせておらず、自軍航空機に少なくない被害を被っているとも言われている。この制空権や航空優勢の状況を得られなかったロシア軍は、仕方なく、戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して、主要地域の占領を進める以外、他に手段がなくなった可能性もあるが、それらへの損害も増加しているようだ。ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 によるところが大きいと、その有用性を指摘する声も多い。トルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 とは、遠隔操縦型のドローンの一種であり、おそらく、3名、操縦、作手、機、攻撃等の担当、一組で操作している機体であり、戦車や装甲車両攻撃に、多大な戦果を上げている模様だ。この無人攻撃機、バイラクタル TB には、2020年のアルメニアとアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で、一躍名を挙げ、その際には、事実上、戦争に勝利を収めたアゼルバイジャンが、これを有効活用した、ことでも注目された。ナゴルノカラバフ戦争でのアゼルバイジャン軍のドローンを用いた、戦術は二段構えだったと言われており、まず、アルメニア軍の、対空レーダーや地対空ミサイルを、いわゆる神風ドローンの自爆攻撃によって、無効化を図った。その後航空支援を仰げないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、アゼルバイジャン軍の無人攻撃機、バイラクタル TB2 が大戦果を上げたとされており、今のウクライナ軍も部分的にこれに似た成果を上げているようにも感じられる。ただし、事前の予測では、ウクライナ軍は優勢な航空戦力を要するロシア軍に対し、ナゴルノカラバフ戦争におけるアゼルバイジャン軍のように、一方的に有利なドローン攻撃を行うことは困難との見方も多く、数で押されれば、劣勢は否めない。それでも、ナゴルノカラバフ戦争に続き、今回のウクライナ戦争でも、トルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 の有用性は喧伝されており、今後の戦場における、ドローン対策の重要性は、各国の軍にとって、必須の課題となりそうだ。こうした軍用のドローンをめぐる状況が、ウクライナ戦争でクローズアップされ、あらわになる前から、実は、日本の防衛省でも、これに対抗する兵器技術の開発に着手しており、2022年の防衛予算で、
72億円を投じることが決定している。この軍事用ドローンに対抗する兵器とは、HPM、ハイパワーマイクロウェーブのことであり、対象となる軍事ドローン等に対し、高出力のマイクロ波を照射することで、その無効化を狙うことを基とし、実用化を目指すものとなっている。マイクロ波そのものは、我々の日常生活の中で、身近なのもとしては、電子レンジで使用されているものであり、また、同様に、携帯電話等で使用されている、電波の周波数帯もこれに該当し、日本では、2014年から、基礎的な研究が始められていた。現在、防衛省が開発を進めようとしている HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器は、高出力のマイクロ波を対象たる軍事用ドローン等に照射を行うことで、その内部の電子機器を故障、または破壊させ、無効化することを目的としている。日本では、2022年度予算から、この HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の開発を本格化させ、5年後の2027年前後での実用化を目標としている模様で、従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた撃兵器にプラスすることを志向している。HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速であること、命中精度、照射方向の切り替えに優れること、電源供給が確保できれば、連続使用が可能であることなどが利点に挙げられる。近年ともに技術的な進化が著しい軍事用ドローンは用途に応じて小型化が進んでおり、従来のレーダーセンサ類では探知することが困難な状況も想定されていることもあり、物理的な砲弾やミサイルでの撃にはおのずと限界がある。または区域砲や個人の兵士が携帯可能なロケット兵器等の小型の兵装からの攻撃にも対処可能とされているイスラエルの防空システムアイアンドーム等であっても、それらに対して使用するミサイルの費用対効果が見合わないことは問題視されている。これを考慮した場合に、物理的な砲弾やミサイルを用いることのない HPM ハイパワーマイクロウェーブ兵器は大きな優位性を持つことが予想され、かつ数を頼んだ軍事用ドローンの飽和攻撃に対しても高い対応能力を発揮する可能性がある。さらに HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器は、これを運用する人員についても頼み、撃手段よりも人的被害を抑止できる公算が高く、専守防衛を旨とする自衛隊にあっても、その理念に見事に合致する防御兵器となり得るだろう。未だ、日本での HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器開発は、本格的に開始される初期段階ではあるが、これまで挙げてきた小型の軍事用ドローンの迎撃以外にも、その用途を拡大し、既存の兵器システムとの併用も視野に入れている。その最たるものは、現状では、海上自衛隊のイージス艦に搭載された SM-3 ミサイルと、陸上自衛隊が配備する PAC-3 という、二つの兵器システムによる、日本のミサイル防衛体制の強化であり、この多層化に貢献することへの期待も大きい。すでに、アメリカ空軍でも、2019年以降、小型の軍事用ドローンの飽和攻撃に対抗するための HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器として、トールの開発と試験を実施しており、予定された通りの効果を上げているとも言われている。この、トールの開発に、自信を深めたアメリカ空軍では、その拡大発展型となる、ミノルの開発をすでに開始しているとされ、これが量産化されて、軍事拠点や重要施設の防空網の、新たな主兵装となることも近いと、目されてきている。日本の防衛省では、アメリカ軍が、
開発を半ば断念したレールガンの開発を進めることも報じられているが、個人的にはそちらよりも HPM ハイパワーマイクロウェーブ兵器の方が実用化には期待が持てるのではないかと思える。韓国の正義ベタは有名な話です。運用されている軍事装備のほとんどは動かない状態に、グローバルホーク、もう4機中2機が動かない。今回はこのメンテナンスについて詳しく紹介していきましょう。グローバルホークも動かない、 F-35A も今後わからなくなってきました。軍事関係の品には必ず維持管理が必要です。高い経費で購入したものですから、メンテもちゃんとしなければ耐用年数まで持たない。このメンテナンスをいい加減にすると後で泣きを見ることに。2019年12月を皮切りに、韓国はアメリカから次々と高高度無人偵察機、グローバルホークを4機購入しました。ライアンエアロノーティカル社の製造した偵察機で、攻撃能力はなく、偵察のみの機能を持った航空機です。意気揚々と購入したはずの偵察機ですが、この一部に部品の故障が発生してしまったのです。韓国軍当局の話では、今使用しているのは1号機から4号機ですが、2019年12月に購入した1号機に故障が見つかったとか、航空機にとっては重要なランディングギア、着陸装置から油漏らしていたというのです。下手をすると着陸時に火を吹くことになりかねない重大な故障ですね。そして2020年4月購入した2号機にも革新制御センサーに関する異常が見つけられました。軍事用品はもともと巨額な費用がかかりますが、グローバルホークも例外ではなく、なんと1機あたり2000億ウォン、約185億円もするそうです。そんな高額な最先端の機体、国家財産ですね、が、2機も実用化を前に戦力化の段階でストップせざるを得ない状況に陥ってしまったのです。韓国軍は2021年下半期には作戦配備したい予定で、その日程を目標として、飛行及び装備性能の検証などの戦力化段階を現在一生懸命進めていると
思われます。残りわずか1年というキツキツ日程なのに、このような状況が発生してしまったのですが、空軍は正常な機体の部品を故障した機体に使用するという同類転換方式によってこの苦境を打開しようと努めていると言われます。つまり、一機のグローバルホークを捨ててしまっても、正常な部品を故障した2機につければ、4機のうち少なくても3機は動かせる計算になるからです。185億の機体を動かすことなく、部品を外すために分解してしまうということでしょうか。もったいないですね。軍当局者は、世界中で運用されているグローバルホークは、20機以下しかない。だから、部品を融通するのは難しい、製造元の。アメリカも稼働率を上げるために、同類転換の方法を、使用しているということでした。部品をやり取りできないという事実に加えて、2年前から世界中に蔓延する新型コロナウイルスの影響により、人々の往来が禁止、または少なくなっています。軍関係者も同じですから、アメリカの技術者たちが韓国へ入国するのも難しくなっていますから、ますます修理作業が遅れることになったのです。グローバルホークは実用化まで時間がかかる。今のうちに部品の欠陥や整備の問題点を発見して解決スキルを上げる時期にしよう。防衛事業庁、アメリカ政府事業チーム、企業と密接に協力して目標時期までに正常に作戦を施行できるように早期に問題を改善するとも空軍関係者は話したそうです。高い金を出して買ったはいいけど、ちゃんと予備の部品も用意したのか。疑問ですし、メンテナンスの訓練は受けたのでしょうか。コンピュータもですが、現物を買っただけで使えるわけじゃないですよね。ここからは、ネットの声を紹介します。2号機の革新制御センサー関連に、異常あり。ひょっとして、分解したら、組み立てられなくなったってことですか ?F35 戦闘機を買ったおまけに、ロッキード社がくれた人工衛星も、制御システムを導入しなかったから、ただ地球の周りを、ぐるぐる回ってるだけで、何の役にも立ってないらしいね。衛星の打ち上げも韓国でできなくて、他に依頼していた記憶がある。お笑い草。せっかくのグローバルホーク一機を部品取りに使う。間に合わせ?機械って壊れるところは、どんな機械でも大体同じ所だから、残りの機体の、同時所が壊れたらどうするんだろう。残り3機の1機から、部品を取ったら実際に動けるのは、2機しかない。何回も繰り返したら、最終的には、全然使えないじゃん。昔の、F5 戦闘機みたいな発展途上国用じゃないアメリカの兵器って、アメリカのサポートがあって初めて動く。特にこういう特殊な兵器って後が大変だよね。フォロー経費を考えると維持費の安いロシア製が、途上国には人気があるわけ。性能は悪いけどね。アメリカは2021年からグローバルホークの退役を開始して調達計画も
2021年で打ち切ることを決めてる。韓国のグローバルホークは、韓国型っていう特別仕様の機体。交換部品も高いと、言われていた代物。グローバルホークを買った他の国は、部品が高いという問題もないようだし、要するに韓国向けにグレードダウンしたせいで部品が高くなったんだと噂されていたよね。などなど、徴用工問題などで、最近は日本に対して友好的とは言えない。韓国に対する目は厳しいものがあるようですね。では、韓国の別の話題を紹介します。2019年12月17日、韓国空軍のステルス戦闘機 F-35A 戦力化の行事が、非公開の内部行事に実施されました。キオス空軍基地で行ったのですが、ウォン・インチョル空軍参謀総長が主管する軍内部行事という形にしたので、大統領と国防部長官は出席しませんでした。メディアの取材許可も下りず、外部からの出席者は防衛事業庁の関係者、F-35A の製造会社であるロッキード・マーチン社、ライアン、エアロノーティカル社と合併関係の人間など少数のみだったと言います。この行事の趣旨は、結果として関連する要因への激励ということになりました。軍の戦力化行事は、通常なら大々的に行われます。国民に対してでもありますし、外国へ国威を見せつける目的もありますから、派手にしますよね。ロシアや中国等を見てもお分かりでしょう。しかし今回は非公開でした。関係者は、小規模にした理由を大統領が出席した国軍の日にも、ソウル国際航空宇宙及び防衛産業展示会ADEX においても F-35A は公開している。今回は追加で公開する必要はないと判断した。続けて戦闘機は国防に関わる大切な資産。機密が要求される品を何度も何度も公にするのは禍根を残すという首脳部の意見もあったと説明しました。と言っても、過去には、先端武器の戦力化行事に、大統領や長官が出席して、大々的に、行事を行った前例は数多くあります。チョン・ギョンドゥ国防部長官は、1月30日 KC-330 戦力化行事を主管しましています。今回だけが特別だったのでは？特別だったわけとは何でしょう。ここで、飛び出すのが同民族ながら、根深い対立があるお隣の国北朝鮮です。軍内外では、今回の行事を小規模に抑えた、みみっちくした理由は、政府が北朝鮮の反応を意識しすぎているからだという批判が出ているのです。北朝鮮は昨年3月、アメリカでのグローバルホーク1号機の出庫式当時から、韓国がステルス機を導入したことを反民族的犯罪行為と断定し、F-35A の導入を何回となく非難してきました。というのは、F-35A は北朝鮮の全域を
作戦範囲として戦略目標を一挙に。打撃する強大なステルス攻撃力を持っているので、北朝鮮首脳部が一番恐れている武器だと推測されているのです。北朝鮮宣伝メディアは、F-35A の導入は南北軍事合意に反しないと言い張る。韓国の主張は詭弁だ。南朝鮮が武力を増強したり、我が国を挑発するのは、相手に対するあらゆる敵対行為を中止するとした。南北共同宣言と南北軍事分野合意書に明らかに違反していると、強い口調で批判しました。それに対して、韓国政府関係者は、北は軍事合意書の双方は、武力増強問題などを協議するという部分を悪用していると述べました。韓国としては、北朝鮮は言いがかりをつけていると、言いたいところでしょうが、そこまであからさまには、反論できないのでしょう。グローバルホーク1号機が非公開で導入されたのも、このような雰囲気と、大いに関係があります。このグローバルホークは、地上 20km 上空から、レーダーや赤外線探知装備を使って、地上にある、わずか 30cm の物体まで、識別可能という、最先端偵察機なのです。要するに、衛星にも負けない監視能力があり、北朝鮮の核やミサイル動向を把握することが期待されます。だからこそでしょう。北朝鮮は、8月、祖国平和統一委員会の談話を通じ、韓国はいつも平和平和と言って我が国を攻めるが、アメリカから買った。無人機と戦闘機は何に使うのか。曲芸飛行しながら農薬でもばらまくのだと言い訳するつもりなのか。我が国の戦力を偵察するつもりなのに、とグローバルホークの購入を非難したそうですよ。もう、すでに情報を知っている方はスルーしてください。韓国が、2番艦マラド強襲揚陸艦を就役しました。今回は、甲板の耐熱処理について、詳しく見ていきます。F-35B ステルス戦闘機艦載可能との報道もあったが、実際はでしたね。やっぱり言うことと、することが違いますね。ある意味スケールが違います。2021年6月末に、韓国で独特級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役し、1番艦のドクトの2007年に、就役から14年を経たこともあり、同型艦とはいえ、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっている。具体的には、マラドは、満載排水量が1万9000トン、
全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、これは一番艦のドクトより満載排水量で約500トン、全長で約15メートルほどの船体の大型化が実現されたものだ。このドクトから今回のマラドまでの14年間に、日本の海上自衛隊ではヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀に航空母艦化改修を施すことが決定したため、韓国もこれを睨んだ艦としたかったようだ。というのも、マラドの全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されているといい、一部では日本の出雲、加賀と同様に短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も取り沙汰されている。しかし、マラドの飛行甲板への耐熱処理加工とは、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能なレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないというのが、大方の見方だ。これは、F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐うる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそも、ドクト級強襲揚陸艦の内部構造は、F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことが、その理由として挙げられている。また、耐熱加工以前に、マラドの飛行甲板の強度自体が、戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないとも言われており、その点からも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは、物理的に困難な模様だ。こうしたある日、非常に特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に、必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、見た目に、全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は容易ではないとわかる。裏を返せば、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも言えそうで、これらの建造の際に、野党が憲法で禁止された空母だと非難していたのも当たっていたと言えなくもない。ただし、これまでの日本政府の見解では、日本が憲法上保有できないとしているのは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないとの判断に基づく。自衛隊は軍隊ではないという他国から見れば、摩訶不思議な政治的な命題に、絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の主要な装備の調達にも、非常に面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も一方ならぬものがあるだろう。さて韓国のマラドだが、一番艦のドクトは、強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と呼称されており、これがどこに向けられた何故の配慮なのかは、はためからはよくわからない。韓国内のメディアは、一番艦のドクトそして二番艦のマラドと、着実に、韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると、おおむね報じており、世論的な面からも、航空母艦の保有に、日本のような意味での否定は見られない。ただ、現実的な論者たちからは、韓国の最大の仮想敵国は、今でも、一時休戦状態にある北朝鮮であり、地続きの同国に対して、航空母艦を保有することは、有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も見られる。こうした意見は、韓国の置かれた地理的、軍事的状況を考えた場合には正論だと思えるのだが、多くの世論は、日本が、竹島、韓国名、ドクトを軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているようで、その対策に、
空母の必要性を唱えている。これは、日本が、出雲、加賀、の航空母艦化を決定して以降、なおさら、韓国も、対抗上航空母艦を保有すべきという、声が大きくなり、世論に、迎合し政権の支持率を高めるために、現軍政権が、半ば強引に推し進めているように見える。韓国は、マラドに続く独特級強襲揚陸艦の3番艦を、すでに、ペンニョンドと、命名して建造する計画を推進しており、これが、このところ本格化している、韓国初の軽空母になるものと考えられている。韓国の軽空母計画で興味深いのは、これまで、ドクとマラドの2隻のドクト級強襲揚陸艦の建造を手掛けた、阪神重工業者ではなく、ヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が、名乗りを上げている点だ。前述のように、ドクト級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造の、ノウハウと技術を積み重ねてきたと報じられている割には、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは、稀有な感もある。ただし、いずれにせよ、韓国独力での航空母艦建造が困難であるために、ヒュンダイ重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、テウ造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が支援を実施している。すでに、韓国の軽空母計画の初動の概念設計においては、ヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式が盛り込まれる可能性が高い。2021年5月に、イギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスだが、こうした事情もあり、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた韓国へのアピールが予想されている。一方のテウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社のコンビは、ドクト級強襲揚陸艦と同様に、むしろ、艦艇の船体をコンパクトにし、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられる。フィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に就役予定で偽装中のイタリア海軍の強襲揚陸艦、トリエステであり、これは、基準排水量 25,816 トンで、韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだ。強襲揚陸艦、トリエステは、全長245メートル、全幅47メートルと、比較的小型だが、それでも艦載機はヘリコプターとへ、F-35 ライトニング 2B 型の合計で、最大20機ほどの収容が可能とも言われており、航空機の運用能力も低くはない。ただし、韓国の軽空母用のテウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社の案には、強襲揚陸艦、トリエステや、ヒュンダイ重工業社、バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。個人的には、クイーン・エリザベス級航空母艦を、若干ダウンサイジングしたかのようなヒュンダイ重工業社、バブコック社案よりも、テウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社案の方が現実的な気はする。